あのベヨネッタが終わったらどんなゲームを作りたいんですか。うん、あこれはまあ生き立つさんからとしてます。あのまあ、あの大概今までやって作ってきた間ずっとそうだったんだけど、あの次どういうゲーム作ろうかなっていうのは今作ってるっていうのは何も考えられないとか、思いついたアイデアがあったらそれは全部作ってるんですから、全部終わってみて確信になってからお休みも取って温泉使って、これ何作ろうかなっていう時にまあ思いつくかなと思ったら今は空っぽです。俺みたいなもんはすいません。すみません、JP さん。ちょっとアイディアありますよ。アフターバナクライマックスだから、それ俺じゃないって、乗せ方やってくださいよ。何回言わせねんと。でしょ、うん、うん。もうね、アフターバナクライマックス、もうね、ちょっと、家のモニターでやりたいですよね。俺せっかく50インチ買ったんだから。まあ、ケーブル版買えばいいんじゃないですか。金持ちですから。金持ちじゃねえよ、お前。どこに置くんだよ、そんな。それもらないですね。いくらすっくらいすんの、あれ。多分2、300万ぐらいすんじゃん。まあ、体感ゲームであれば、多分2、300万ぐらいですね。そんな金、お前。じゃあ、あるか。まあまあ、ね、せかさん。よろしくお願いします。お願いします、本当に。で、今度もよろしくお願いします。まあ、わがままで。お前、貸すなよ、勝手に。すみません。アフターバナクライマックスの話は。アフターバナクライマックス、ぜひ、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。取れてるやろな。